絵を持ち上げると乾いていない絵の具が流れ出して、さらに躍動感のある作品が完成します。次の絵も同じように持ち上げてみると、まるで鼻から流れる血を骸骨が食べているかのような作品が出来上がります。流れる絵の具を利用して作品を完成させるこの人物は、アメリカのクリス・ジェイコブという芸術家です。クオリティの高い絵を描くだけではなく、絵の具を垂らして躍動感あふれる作品を生み出します。さらに額縁をわざと割って荒い雰囲気を表現したりもします。その他にもシャンパンの瓶に絵を描いてインテリア雑貨に生まれ変わらせたり、躍動的な壁画を描いたりもします。このクオリティなら私の家にも壁画をお願いしたいですね。